お待たせいたしました。いやー、来てもらっちゃってごめんなさいね。ここら辺は全然わかんないもんで。いえ。あ、僕達也って言ってシェフやってんですよ。テレビとかにも出てんですけど、知りません？すみません、あまりテレビは見ないもので。ですよね、テレビとか見なさそうな感じですよね。なんかここら辺で美味しいお店教えてほしいんですけど、なるべく雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。美味しい店ですか。わかりました。では出します。よろしくお願いします。ここです。へえ、水炊きの店ですか。店構え雰囲気ありますね。さてと、それじゃあ行きますか。え、私もですか。当然でしょう。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないですか。はあ。いらっしゃいませ。ご注文お決まりですか。一番のおすすめは何ですか。おすすめは一番人気の水炊きでございます。なるほどね、じゃあそれください。かしこまりました。お待たせいたしました。水炊きでございます。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあ、いただきます。おいしい。これおいしいね。いや、正直ちょっと感動しました。最初ちょっとね、嫌な予感がしてたんだよね。なんかご当地料理ですって言ってどこでも食べれる水炊き出てくるんじゃないかって。いや、もう全く違う。鶏のいいお出汁出てるけど、ほとんど臭みがなくって、いろいろ丁寧に作ってるんだなって感じるよね。これはね、参りました。ありがとうございます。料理長も喜びます。運転手さん、いい店教えてくれてありがとう。はあ、気に入ってもらえたなら良かったです。いやー、美味しかった。運転さん、結構グルメなんですね。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、あまり。そうなの。そんなのもったいないですよ。料理って不思議な力があると思うんですよ。食べた人が笑ったり喜んだり幸せになれるんです。僕自身シェフやってますけど、作り手の思い以上に料理には何かがあるって思ってるんですよ。気持ち一つで普段の食事がいろんな力になるんです。これってすごく素敵だと思いませんか。そうですか。あんまり伝わらないかな。あ、そうだ、僕まだこの街いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。おいしいものを楽しく食べるといろいろといいことがあるのを教えてあげますから。はあ、また機会があれば。期待して待ってますから来てくださいよ。それじゃあ。
鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない、いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか、桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東条会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の藍蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動をとったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東条会の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てる。そうです。東条会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。
その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直、四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。愛蔵、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまでしら切り通すんだよ。愛蔵、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと。そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと。あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで一階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。4代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。
か？いらっしゃい。はい。いや、はい。いや。
いや。いらっしゃいませ。失礼。バリアは。はい、お待ち。肩で。いっちょ上がれ。普通で。いっちょ上がれ。おいしい。ごちそうさま。いっちょ上がれ。鈴崎さん、すごかね。へい、お待ち。ごちそうさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃい。いらっしゃいませ。さあ、へい、お待ち。よわ、いっちょ上がれ。ごちそうさま。この落とし。へい、お待ち。いっちょ上がれ。肩。ごちそうさま。バリ肩。ごちそうさま。へい、お待ち。ガワ。いっちょ上がれ。ごちそうさま。バリ肩。うまか。いっちょ上がれ。また。いっちょ上がれ。おいしい。ごちそうさま。普通で。へい、お待ち。ごちそうさま。本当すまい。へい、お待ち。ごちそうさ。うまか。ごちそうさま。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃい。この後に。普通で。いっちょ上がれ。やわ。いっちょ上がれ。バリ肩。いっちょ上がれ。へい、お待ち。ごちそうさん。バリ肩。うまいやん。すごかね。いっちょ上がれ。へい、お待ち。普通で。ごちそうさん。いっちょ上がれ。やわ。へい、お待ち。やわ。おいしい。ごちそうさま。いっちょ上がれ。鈴崎さん、ごちそうさま。すごかね。いっちょ上がれ。へい、お待ち。普通で。へい、お待ち。ごちそうさん。この落とし。うまいや。ごちそうさん。へい、お待ち。やわ。いっちょ上がれ。ごちそうさま。ごちそうさま。いっちょ上がれ。ごちそうさま。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃい。バリ肩。粉落とし。バリ肩。いっちょ上がれ。いっちょ上がれ。普通で。粉落とし。お待ち。
普通で。剣崎さん、せい、お待ち。へい、やば。お待ち。パタ。いっちょ上がれ。バリカタ。いっちょ上がれ。バリカタ。やば。いっちょ上がれ。へい、お待ち。いっちょ上がれ。普通で。いっちょ上がれ。この年。お待ち。完走しない。へい、お待ち。へい、お待ち。普通で。いっちょ上がれ。ほら落とし。いっちょ上がれ。バリカタ。お待ち。へい、お待ち。肩。肩で。いっちょ上がれ。おいしい。肩。いっちょ上がれ。普通で。いっちょ上がれ。バリカタ。いっちょ上がれ。完走しない。いっちょ上がれ。へい、お待ち。普通で。いっちょ上がれ。バリカタ。へい、お待ち。やわで。いっちょ上がれ。完走しまい。肩。いっちょ上がれ。うまか。いっちょ上がれ。へい、お待ち。うまいやん。ごちそうさ。うまか。ごちそうさま。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。やっせー。肩。バリカタ。粉落とし。バリカタ。へい、お待ち。いっちょ上がれ。へい、お待ち。うめー。肩。へい、お待ち。バリカタ。粉落とし。あら。肩。へい、お待ち。いっちょ上がれ。へい、お待ち。うめー。ごちそうさん。いっちょ上がれ。バリカタ。肩で。うまいやん。粉落とし。へい、お待ち。いっちょ上がれ。へい、お待ち。へい、お待ち。粉落とし。あら。ごちそうさん。いっちょ上がれ。へい、お待ち。うまかー。バリカタ。粉落とし。いっちょ上がれ。いっちょ上がれ。いっちょ上がれ。バリカタ。お待ち。肩。バリカタ。いっちょ上がれ。いっちょ上がれ。バリカタ。お待ち。粉落とし。お待ち。粉落とし。いっちょ上がれ。うまかー。はい、お待ち。はい、バリカタ。バリカタ。はい、お待ち。いっちょ上がれ。うまかー。はい、お待ち。あれ。はい、粉落とし。肩。粉落とし。お待ち。いっちょ上がれ。はい、お待ち。いっちょ上がれ。粉落とし。あら。肩、やばい。いっちょ上がれ。いっちょ上がれ。肩、お待ち。へい、お待ち。おいしい。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。へい、お待ち。へい、お待ち。ごちそうさま。うまいやん。ごちそうさん。Thank you.